さあさあさあ、なんでしょうか。お聞かせください。なんでしょう。いい時間になってきましたね。なりました。もうね、眠いですね。眠いよ。だってもう夜の8時。眠いですよ、こんな時間になったらもう。眠い。いやー、出ました。大人気ギャグ。大人気ギャグよ。もう、だったの追随を許さない。そう、もう日本列島の形がもうこうなってる。どこがどこ？なってんだよ。なってんの？なってるよ。聞いたことないけどな。最近なんか、あれ、面白い話なんかあったじゃん。面白い話しかないよ、お前。教えてくれよ。面白い話しかないよ。何？すごい股ずれができてさ。言ってもお前、それ何回目？すごい股ずれ。趣味して。ねえ、いいよ、股ずれ見せなくても。見せれたもんじゃないんだから。どういう股ずれなの？いや、最初は、ちっちゃい、プチっていう豆みたいなのできたの。うん。で、それで、うわ、痛いなと思いながらも、毎日毎日歩いてたら、その、柔らかい方の、梅干しぐらい大きくなって。やばいやばいやばい。でも、どうしようもないから、昨日もそれでバイトしてたら、パッて見たら、石みたいに硬くなってんの。カリカリ梅に。カリカリ梅になってんの。で、触ったら、もう、かさぶたができて。大丈夫？心配になってきたな。で、昨日そのかさぶたちょっと触ったら、まばたきした間に、それなくなってんの。え、なんで？大爆発しちゃった。消防車よ、もう。そりゃないよ。で、最近なんか、あったの？いや、大変なことがあったよ。何があったって言うんだよ、お前は。お前はいつも大変なことがあるな。俺さ、うん。これね。まあ、高校生の頃の話なんだけど。めちゃくちゃ前じゃねえかよ、お前。聞かしてくれよ。高校生の頃ね。あれ、お母さんの肩を揉んでてさ。おおおおわーって揉んでて。まあ、テレビ見ながらだったんだけど。で、バーって揉んでたらさ。なんかもう、テレビが面白くて、テレビを集中しながらこう見てたら、母ちゃんから、おい、やめろ、哲也って言われて。どうした、どうした、どうしたって言ったら、母ちゃんの背中を、俺のチンチンでこう、こづいてたんですよ。おいおい一番の鉄板のトークを持ってきた。大学1年の頃、お前が俺に一番最初に来た話じゃねえか、お前。いいんだよ、そんな話は。なんで今しようと思ったんだよ、もう。せーの。ソイソースのワクワク木曜日。ありました。初ラジオですか。そうですよ、初ラジオですよ。いや、緊張するな。みんな聞いてくれるかなと思うよ。うわ、この音楽俺たちに流れてるんか。うわ、すげえなー。いいね、これ夢あるな。すごいね。今日もね、もちろんですけど、バシバシとトークテーマ募集してますからね。いや、してますよ。はい、今日のテーマはズバリ何でしょうか。あ、でも今日はね、メールはもうテーマフリーです。フリー何でもどうぞ。何でもいいから送ってくださいよ、はい、お願いします。メールアドレスは、はい、soysauce.cameo.nabe.、allnightnippon.com です。オールナイトニッポンじゃん。ここにまで送ってください。お願いしまーす。いやね、でも早速さ、なんかメールに、はい、もうですか？そう、カメオのメールにメール来てるっしょ。本当だ、僕のヤフーメールに直接メール来てますね。直接来てるっしょ。はい、じゃあ早速ちょっとメール読ませていただきます。何でしょう、お聞かせお願い願います。はい、ラジオネーム、はい、具志堅四子さんからいただきました。具志堅四子さん、はい、沖縄の方ですね。四子とよくかけてるかけてるみたいですね。名前だね。ソイソースのお二人、こんばんは。こんばんは。こんにちは。どうも。先日娘の小学校の運動会があり、張り切って朝から場所取りに並んでたのですが、はいはいはい、8時頃から雨が降り出し始まったよ。延期になってしまいました。うわ、これえぐいわ。えぐいな。やってられませんって。あいにくなもんだよ。あいにく延期の日は仕事で行けず、はい、娘の晴れ舞台を見ることはできませんでした。あ、どうなってんだよ。ソイソースのお二人は運動会の思い出などありますか？また学生時代の思い出に残っている行事などはありますか？という。うわ、学生時代の思い出に残ってる行事、うん、なんかあります？俺確かさ、これ中学校3年生の時だったかな、うん、なんかさ、運動会で、なんか運動会、そう、
中学校3年生やっぱ格好つけたがるじゃん。まあまあそういう時期よ、そりゃ。一律行って、用意飛んで、こう、後ろに下がっちゃった。そう。逆つくよねー。そう、格好つけたくてさ。変な格好のつけ方。みんなと俺の生き方違うぞって思う。今も変わんないもん、そういうところ。そう。で、変わんないよ。いや、変わってるよ。俺今も違うよ。今ならお前じゃあ用意飛んでどうすんだよ、お前。用意。ゾン。あ、上に飛んでった。なんでねーなーでー持ってこい持ってこいお前何やってんだよ。じゃあ話脱線してるから。後ろに行っちゃったら、うん、ね、だからこう、うん、こう、格好つけない。よくないなって思って、俺。間違いない。そう、だから次の、2ヶ月後に、合唱コンクールがあったから。大事よ、これは。合唱コンクール。取り戻さなきゃ。そう、格好つけずに歌おうって思って。うん、で、もう、みんなも、絶対1位取るんだって気持ちあったから、うん、みんなで歌うからね。あーさーらー頑張れよーって、うん。めっちゃ本気で歌った。本気で歌った今。そう、そしたら1位取って。ええー、すごいじゃん。そう、うん。で、その3日後ぐらいにさ、うん、あのなんか、合唱コンクールの写真ですみたいな掲示板にこうバーって貼られたんじゃん。俺もうトトロのバーン口バンガーンでバンガーンでここビキーンビキ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 で脳みそピヤーンそりゃ血も出ますよ大変だったね。大変だね。でもね、そういう話俺もあるわ。嘘つけ、ほんとほんとほんと。聞いたことないよ、お前。マラソン大会でさ。マラソン大会、うん。結構僕、中学ぐらいまでマラソン大会あって。ああ、あるね。そう。で、それで、うん、やっぱ、ダントツビリだったの。うん。ビリだったから。やっぱりそうだよ。そりゃそうだよ、お前。で、ダントツビリだったから、もう、これどうしようもないわ。周り誰もいなかったからさ。うん、ちょっと抜け道通って、学校の周り走るやつだったから、うん、抜け道通ってこれ、もう近道してやろうと思って。え？近道してやろうと思って、うん、こう入っていったら、最低。あれ？ここどこだ？え？どこだ、どこだ？どこ？全然わかんないんだよ。どこ？俺鳥取からスタートしたんだけど。うん。長崎。抜け道どころか。これマジなのよ。いや、マジかよ。これマジなのよ。いやいや、絶対嘘だよ、お前。いや、これマジマジかよ、お前、それ。2時間で。え？ 2 時間で？多分乗っちゃってたのよ。新幹線に。え？じゃなきゃおかしいもん。2時間でたどり着くわけないからな。うん。じゃなきゃおかしいもん。でも逆に言えば鳥取から長崎って2時間で、うん、あの、行けるんだ。ちょっと調べてみよう。あ、大丈夫、大丈夫。え？もう、そんな余裕はないな。いや、今は。世の中がな。ケビの線が傾き始めてきた。関係ない。傾き始めてきた。GoTo で行きやすくなるじゃん。GoTo なんて関係ないよ。ちょっと調べてみよう。ダメ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 、お前。いてて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 。寿命が。寿命が悪化する一方よ、お前。そんなラジオパーソナリティがどこにいるんだっつってんだよ。勘弁してくださいよ、どんどん。いやー、来週もぜひ聞いてください。はい。以上、ソイソースのギャラギャラバクバクモンソンでした。バイバーイ。